クロ、賢き狼よ。狼は何を求める？ボッチリングの血がある。使い方がわかるか、二人を探せるか。血、祈祷師は知っている儀式を、精霊を呼び出す儀式を。祈祷師は血を受け取ろう。それでこの儀式のやり方は？祈祷師が戦時役を調合する。真夜中の訪れとともに旅立つ森の中の神聖なる地へ。ふん、黒いろうそくもいるか。夜に血の道へ足を踏み入れよ。むき出しの大地に立ち、古き神々と向き合え。万霊祭と同じだ。なるほど。それから？祈祷師は赤子の霊を呼び出す。それが案内役。その後は面白い光景を目にすることになるだろう。手伝えるか。他に必要な材料は？そうだな。ヒヨスはある。ダチュラはある。浜弁慶僧は、ああ、あった。ミルクはプリンセスが出してくれる。面取りの足は祈祷師が常備している。だが、ブランデーは切らしているようだ。ああ、昨日の酒が使えそうだな。これで全部だ。この汚れた時代でも古き儀式が力を示すか確かめようか。すぐに始めるか。ああ、グズグズしても無意味だ。では始めよう。白狼は祈祷師についてこい。祈祷師が道案内をする。遠いのか。いや、遠くない。村を抜け、それから森を通ればもうそこだ。ここは全部男爵の土地か。今はそうだ。以前は違った。誰のものだった？領主だ。ウセラドと呼ばれていた。悪人だった。下劣で庶民のことなど少しも気にかけなかった。みんなで団結して追い払ったのか。黒の軍団が来た時、領主はファイク島の塔へ逃げ込んだのだ。侵略者どもは畑に火を放った。強者が貧者に関心を持つことはめったにない。だが必ず侵略者は罰を受けるだろう。いや、すでに受けているかもしれない。というと？疫病が野営地を襲った。いずれ奴らを根こそぎ滅ぼす。ネズミがこの地の領主を滅ぼしたように。もうすぐだ。近いぞ。ここは何だ？狼の空き地だ。いい名だ。白狼がくつろげそうだな。白狼。ああ、ちょうどいい。かつてここで恐ろしい出来事があった。今日に至るまで口にする者はいない。ここだ。この地だ。次は？火を灯せ。火はなぜ必要なんだ？悪の力を寄せつけないため。消えないよう気をつけろ。さもないと寄ってくる。何が来るんだ？邪悪だ。お前は何をするんだ？祈祷師は石を取り除き、そして印を描く。そして祈祷師は祈りを捧げる。邪悪にさらわれないようにと。よし、グズグズする理由はない。覚悟しろ。十分に。精霊が現れたらもはや頼るものもなく、後戻りもできない。少しも励みにならないな。火を灯せ。祈祷師は開始の合図とみなそう。
気を見張れ。決して縁を破らせるな。大地と空の力にかけて、お前が住むはずであった世界にかけて、その地を味わいし者が呼び導きを乞う。来たれ大地の地よ、来たれ拒まれた地よ、来たれ名もなき地よ。道の途上にてこの声を聞け。地で結ばれし者たちの行方へと我を導け。気が消えてあった。彼女と同じ地、見える、つながりが見える。地の声がする、絶対が見える。彼女と一緒に地、青い顔の上で黒すぎる一滴がまばゆい金の上に滴る。私は握りしめたんです。私は匂い胸の下で黒すぎる。流れる明るい石の上の黒ずんだ地、私は名もなき者、地に浸された地。私は死者だ。お前と同じ地を見せたまえ、失われた地を見せたまえ。血が私を呼び出す。ママ、あと少し頑張って。血が彼女の顔から落ちる。トゲだらけの枝が彼女を足止めする。私は水滴。置いてくは待ってくれる。暗い血がその問いを川に乗せて運ぶ。なぜ古き血脈の子を探すのだ。白き霜と白き光の時が来る。狂乱と蔑視の時が。氷に包まれ世界が滅び、古き血脈と別れた種が再生する。お前に一体何ができるのだ。大丈夫か。ああ終わりか。終わりだ。祈祷師は見るべきものを見た。最初に何を見た。口論する男爵夫妻を見た。妻に出て行ってほしくなかった。妻はぶたれたが、祈祷師は男爵から怒りを感じなかった。男爵は妻を傷つけたが、その血に愛を感じた。悲しく苦しめられた愛。第二の予言がよく理解できなかった。アンナは流産し、至る所が血だらけ。祈祷師は苦しみを感じ、娘と共に死を経験した。第三の予言が最も重要そうだ。二人は森の中を歩いていた。それぞれの理由で弱っているが、行くべき場所を知っていた。聞き違いかもしれないが、ボイツクと言ったか。二人とも彼のことで希望にあふれていた。最後の予言は、イスリンの言葉を伝えた後、俺に質問してきた。すまない、意味はわからん。精霊が儀式を通して話すのであって、祈祷師が話すのではない。予言に出てきたボイツクだが、心当たりは。ボイツク、近くに二人。一人はブラックボー。長い間自分の山小屋に住む。リスと一緒に住んでいるそうだ。この地にエルフしかいなかった時代を覚えているくらいにな。月種類好きの100歳近い年寄りに助けを求めたとは思えない。もう一人は漁師。
河口近くの寂れた小屋、家族と住む。一人で帰れそうには見えないな。おくろ、感謝する。いや、感謝するのはこっちだ。行こう。行け。